RB 遺伝子とは、癌抑制遺伝子の一つであり、網膜目細胞種の原因遺伝子として、初めて発見された。細胞周期が S 期へ移行するのを抑制しているほか、現在では多くの癌の発症に関与していることがわかっている。人の RB 遺伝子は、染色体上の1 3 q 1 4 1から2に一致しており、RB タンパク質を高度している。 RB タンパク質は928アミノ酸残期からなり、その機能はリン酸化によって制御されている。RB タンパク質自身は DNA 結合ドメインを有しておらず、E2 回などの転写因子を介してプロモーターに結合する。RB 遺伝子産物は細胞周期の調節に関与しており、G1 期における細胞周期の回転を抑制する。細胞周期とは、 細胞分裂の過程における一連の過程を指す。細胞分裂が一度生じてから次に分裂が起こるまでの間を細胞周期の一周期とし、G1 期、S 期、G2 期及び M 期の4つの時期に分けられる。G1 期は S 期の準備を行うと同時に、さらに細胞周期を進めるかの選択を行う時期でも、ある。G1 期の中には、臨界点と呼ばれる時期があり、 ここを通過すると、細胞周期は S 期へと進行していくが、このポイントを超えずに G0 期に入って分裂が停止する場合もある。転写因子である E2 回の転写活性化ドメインに RB タンパク質が結合することにより E2 回の活性を抑制することも知られており、RB タンパク質の転写調節作用において重要な役割を果たしている。E2 回との結合は、 細胞周期依存的であり、G1S 期及び G2M 期では RB タンパク質がサイクリン DCDK46 の働きを受けて高度にリン酸化されているため E2 回と結合できない状態にあるが G1 期前期では RB タンパク質は脱リン酸化されているため E2 回と結合可能であり E2 回により支配される遺伝子の転写を抑制する。 ありがとうございます。